えー、25歳女です。無能で同社先輩が怖いので再就職に踏み出せません。責められる想像や失敗する想像ばっかりしてしまいます。えっと、元の会社に戻るわけではないので、あの、別に、別の会社は別の会社のルールで動いてると思いますよ。で、ただ、あの、えっと、求人で、なんかね、アットホームとか書いてある会社はやめた方がいいですよ。あの、その、スタッフの仲がいいですとか、アットホームですって、 あの裏を返すとそのその空気感に染まれる人たちは仲良く楽しいんだけどその空気感に染まれない人は追い出されますよっていう意味なんですよね。要はそのアットホームってその家じゃねえんだからアットホームなことをしたくない人っていうのもいるわけですよ。要はその仕事終わった後になんかみんなでこれからフットサル行こうぜとかマジうぜえっていう人もいるわけじゃないですか。 でも、アットホームな職場は、なんかみんなでフットサルとか行っちゃって、わフットサル楽しいよね。じゃあ、また明日会社で会おうよ。お疲れ。みたいなことをやってるんで、で、そういうのが楽しいと思う人は全然いいと思うんですよ。ただ、なんか、それ、きつくねとか、いや、僕家帰ってゲームやるんでっていうのが、その、アットホームとか仲がいいって、その、強制されがちなんですよね。要は、みんなで仲良くやろうとしてるんだから、これ来ないとかっておかしくないみたいな。なんか、せっかく誘ってあげてるんだから、一回ぐらい来ないよ、みたいな。 っていうのがあったりするので、あのその求人広告のアットホームと仲がいいは実は地雷であると思って見てみるといいんじゃないかなと思います。あの、コミュ力高い人は全然いいと思うんですけど、コミュ力低い人はそういうところ結構きつかったりするんで。